老子道徳経、はい、今日は、こちらですね、いつもと同じようにトルストイ監修の老子道徳経の、第1巻第30章、他方によって皇帝を助ける者は軍事力による国の繁栄に気配りしない、諸君が、諸君っていうのはあの上の人たちですね、はい、多分、はいはい、諸君が人々に何をなそうが、人々はそれに対して諸君に報復する。軍隊があるところには穀物の代わりに茨が生える。大戦の後に狂念があると。そこで高潔な人は国を治めると決して暴力に訴えず、見栄を張らず、戦わず、何も誇らず、どこにもとどまらず強くならない。物がその発展を極まると弱まり衰える。タオでないものは速やかに消える。いつもと同じように、これをではドリアン助川さんがバカボンのパパと読む老子でどう、はい、解釈したか。武器を使ってはいけないのだと書いてあるんですけど、はい、タオによって君主を支えようとする者は武力を使って世を脅すことがない。武力を使えば武力として返ってくるものだからだ。軍隊が駐留すれば茨やトゲのある木が生える。大きな戦があれば必ず災いのある都市となる。優れた人は目的を遂げればそこでやめる。それ以上強さを誇示することがない。目的を遂げてもそれを誇ってはいけない。功を誇るな、おごるな。目的を遂げてもやむを得ないことをすべきだ。強さを見せつけるな。万物は勢いが過ぎれば次に衰えがやってくる。これを他方にあらずという。そうなれば早くに終わる。これをではバカボンパパが自然の摂理である他方によって王様を助けようとする人は武器を使ってわしは強いぞとえばるようなことがないのだ。人を叩けばそれは同じ痛みになって帰ってくるのだ。軍隊が居座れば人の心にはトゲが生える。大きな戦争が起これば必ず災いの都市となるのだ。天才は自分の目的を遂げることだけに集中するのだ。それを超えて武力で強さを見せつけたりしないのだ。それに目的を遂げても自慢してはいけないのだ。やり遂げたことをどうだと誇ってはいけないのだ。おごってもいけないし、目的を遂げても仕方なくやったことだと謙虚に構えるべきなのだ。強がってはいけないのだ。この世のあらゆるものは元気が良すぎれば衰えがやってくるのだ。これは他方にのっとっていないのだ。一発屋のスターと同じで早くに滅亡することになるのだ。これでいいのだ。なんかね、ここではじめちゃんが出てくるんですね、はいはい、ちなみにはじめちゃん女の子って知ってました？はいはじめちゃんが出てきて、老子のところどころに愚民政策を説いているようなところがあるけれど、それは大国が戦争を繰り返した時代、うん、にまともに戦争できない小さな弱い国こそを理想としたせいでもあるんだよと。老子は徹底的に戦争を避けようとしているんだ。これは春秋戦国時代には当たり前とされた力の論理に反することでもあったんだよってありますね、うん、よく私がその老子はやったもん存だと、はい、一人愚かになれみたいな感じになるんですよ、はい、一人じゃないですもんね、全員ですけどね、まあ、全員がやってくれればね、はい、一緒に、はい、せーの、用意ドンでやってくれればいいんですけど、はい、やっぱカウンタックに乗ってるやつとかいるじゃないですか、はい、カウンタックじゃなくても BM だ、ベンツだ、はい、まあ、86だ、70だっていろいろ車にもランク、車にランクがあるんですよね、はい、腕時計にもランクがあるんですよ、はい、これ困ったもんですよね。で、まあ、それは意味がないよって話ですよね。でそのランクつけてるランクで、はい、なんか判断されてるって、うん、まあ、G-SHOCK の僕は思ったりするんですよ、はい、まあ、そんなことないんでしょうけどね、まあ、そんなことないですよっていうのが、まあ、老子ですよねっていうのが老子なんですけど、はい、で苦しんでるんですよっていうのが老子じゃないですか。そうですね、ただ、うん、今回のこの老子がね、はい、まあ、この今コメントにも出している安芸高田市の市長の、はい、今の揉めがあるじゃないですか、はい、老子が言いますよ。諸君が人々に何をなそうが、まあ、要は人々はそれに対して報復があると、はい、
強いことを言うと、はい、強い返しがあるんですよねやっぱり、はい、それで、はい、あの対立、はい、最近 Google で、はい、安芸高田市って打つと、はい、なんかまあやっぱり上位に来るのは、はい、対する議会の政治会っていうところの、うん、どうなの、うん、みたいな声の中にたまにその安芸高田市市長をやばいとか、はい、っていうのが出てきていて、はい、僕はとても心配しています。はい、はい、まあ、その心配が僕には全然わかんないですけど、いや彼も人間じゃないですか。はい、大丈夫かと。大丈夫ですよ。あの彼は今この今日ちょうど30章で言ってますけど、はい、強すぎるんですよ。はい、で要は強すぎるので帰ってくるし、また発展を極まると、はい、あとはもう衰えるしかないんですよ。はい、今もうその周りの愚民たちが、はい、こうやって祭り上げることによって、はい、結構な高みまで行ってしまったんですね。はいはい、もうあとはせっかく出来のいい子なのにね、はい、まあ、年下だからそうやって言わせてもらいますけど、はい、せっかく出来がいいのに、はい、そんなことで落とされてしまうんですよ。もう衰えるしかないって思うと、はい、いやもっと彼の使い道あったのにって大丈夫ですよ。思ったりしません？思ったりしません、まあ、彼は傷つかないですもん。なるほど、はい、でそういう人は多分そういうことしないじゃないですか。そういう人はというのは人の反応を気にするような人だと、はい、ああいう発言はしない。なるほど、はい、なるほどと思うので、まあ、心配する必要はないんじゃないかなって。わかりました。はい、え、まあいいんです、これは僕 の、 あの趣味なので、はいはい、で、なんでその心配するのかが僕にはよくわかんない。これ趣味です、趣味です、はい、はい